いけんやん。待って、いけんやん。え？見てる。次なる仲間を探しに行くんですね。下水道。汽車ないところだな。下水道やけん当たり前なんやろうけど、あ、見渡せる。あ、動ける。なんだか薄気味悪いところだな。ねえ、思った。動けるけど別に何もすることないよね。私だけなんか降りていったりとかせんよね。なんかこういう穴から出てきそう。現実でもさ、なんか、え、何？なんか言わんかった今。現実でもさ、なんかちょっとしたところに穴とか開いとったらさ、この中から蛇出てきそうやなとか思うもんね。え、行き止まりじゃない？あそこ開けれる？開けれるんすか？この辺のは卵ではない。何言ってんのだから、さっきから。どうやって開けるのこれ。え、このゲートの開き方がわからないな。向こう側を見てきてくれないか。向こう側、向こう側とは、え、私がこのゲートの先に行くってこと。まあ、確かに入れそうやけど、どういうこと？あ、あっちに行ける。あ、こっからってこと？どこに行けばいいんだ？なんか、あっち行けそうやな。ほ。開け方がわからんって言われてもね、なんかスイッチみたいなのがあるんかな？あ、これな、え？なんか生まれん？あれ大丈夫？あの辺スイッチかな？あ、あれなんか、あるね。レバーが。え？大丈夫？なんか、めちゃくちゃ、中からボコボコって出てきそうな感じがするけど、大丈夫？え？ええー、え、これ絶対、ほらー、もう絶対出てくると思ったって。やめて。出てくると思ったって。これさ、この先に。あっ！待って！待ってって！待ってって！あ、これ全部いけた？いけた！いけたよ！よかった。あ、流れてきた。入ってきた、入ってきた。え？私も乗ればいいんかな？スラムからこんなに離れたところに来るのは初めてだ。君と一緒だと何も怖くないよ。私はめっちゃ怖いんですけどね。助けてくれないだろうか。猫に頼んなよ、おい。辛いわー。なんか結構広い場所に出てきたな。え？なんかすごい広いところに出てきたんやけど。何？広すぎん？怖っ。何喋ってんの？独り言？うわ、あの辺おるって。え、落ちてこんあれ。嫌なんやけど。え、あれ落ちてくる？嫌やって。いや、落ちては来なさそうか。来なさそうやね。よかったよかった。ん？次はもしかしてあそこか？でもここも閉まっとるよ。またなんかしろって言うんやないんこれ。やだわー。やだわー。お、とりあえずなんか、ついたよ。なになになに？あ、自分で降りてく今度は。あ、ただの、レバーとかじゃなくって。あ、開いた。パネル操作なんやね。なに？え？壊した？え、まだ開いてないんですけど。壊した？
古い機械は全部壊れてる。手動で開けるしかなさそうだね。手動は絶対無理やん。私猫なんですけど。え、何？あ、それを引っ張ってってこと？あ。お、引っ張り出した、引っ張り出した。おー。開いたよー。え、開いたけど、あれか、開いたよーってこれ猫しか通れんぐらいの隙間やな。いかんねん。え、大丈夫？全部開けれる？え？え、大丈夫そう？急いで、ドアの下をくぐるんだ。そんなに長くは持たない。え、待って待って待って、え、一人？君は？君と一緒には行けないよ。でも、絶対に諦めないから。マジで？君がズバルサ、テイザーとクレメンタインに出会ったら僕は勇敢だったと伝えてね。何死ぬの君。待てよ、おい。マジかよ。え、しまったよね、今。確実にしまったよね。なんなん、どこに行けばいい？これは上か。え、もも一人で帰るの？あ、なんかこっち入れる。ねえ、ももは一人で帰るの？え、大丈夫な、あの子。え、これ絶対割れる。絶対割れて出てくるやつやん、いやや。大志大志大志。あ、出てこんかった。でも今赤くはなっとったよね。多分、あんまり長くあそこに留まっとったら出てきたはず。そしてあそこに目が光っとるのを見とるよ、私は。私見とるよ、ちゃんと。うわー、近づいてく、私。いやや。自分から生きよるけど嫌や。落ちてくる？いや、大丈夫そうやな。行こう。は。つらい。なんか雨降り出したよ。いっぱいある待って、もうあれ出てくるって分かってからめっちゃ嫌なんやけど。猛ダッシュで行く。ふー。何をすればいいんやろう。先にね、全体が見渡せたらいいんやけど。無理やけんさ。何をどうすればいいんかな？あ、なんかあそこにレバーあるよ。え、引くんかな？え？引くんかな？生まれそう、生まれそう、生まれそう。何？どこ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 ？どこ？そこ？待って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 、こんといてこんといてこんといて。ふっ。待って、前からも来た、前からも来た、前からも来た。いいや。どここれ。何あれ何あれ、気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い。え、なんかめっちゃでっかい目がいっぱいある。ちょ、待って。無理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 、どこ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 。見えんて。こっちか。え、何？いい、助けて。ねえ、いっぱいおるって。ねえ、落ちてくるあいつら、大丈夫？落ちてきはせん。ねえ、何あのでっかい目。めっちゃキモいんやけど。え、あれやない？なんか、ザック以外で初めてやない？なんか目あるって。まばさきしおるって。ザック以外でさ、なんか敵っぽいので、出てくるの初めてやない？え？なんか目閉じとんやけど。あれか？光があるけんってことか？え？びっくりした？え、これちゃんと通れるんよね？なんか正面に、待って！これ卵あるな。やめてって、全速力で行くしかない。いやー、キモいキモいキモい。閉じとってもキモい。大丈夫そう？大丈夫やな、今んとこ。うわー、もう、これ閉じとるだけで目やろ。嫌なんやけど。え、待って、あっちか？こっちじゃなくて、あっちっぽいな。こっちやないん。
怖い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 。え、何、どこに行けばいいんこれ。あの、できるだけさ、ザクを生まれささんようにしたいんやけど、ここか。あの扉でも閉まっとるよ。またなんか開けるレバーみたいなある？いや、パネルやな。え？何すればいいんやろ、これ。ドアロックを開く。え、なんか普通に開いたんやけど。え？え？開いてないな。あっちにもパネルがある？え、いけんやん。待って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 、いけんやん。え？見てるー。こっからは渡れんってこと？あっち側。で、また戻らんといかんのか。え、さっきまで目閉じとってやん、閉じて。そういう？待って。おい、超やめてって。死ぬ。はぁ。ですよね。ですよね。死ぬよね。ボン。待って。こっちや、いける。いけるぞ。はよ開いて。来てない？え、来てないね。あ、そっか。あそこをジャンプして越えてくることはできんのや。なるほどね。よっしゃー。逃げ切りー。ふぅ、ほっけほっけ、開いた開いた。うわー、あれ、目、やない？え？違う。目よね。なんか若干ギョロッとし、ほら、まばたきよる。目がある場所は、ザークが出てくる可能性がある。何？なんかちょ、めっちゃでかいんやけど。あの、キモーい気配がなくても、あの目がカッて見開かれたら、なんかよくわからん場所から落ちてくるんよね。え、これ乗れん？なんで私猫なん？マジ操作させろや。え、待って、めっちゃ嫌なんやけど。これ、あれ、右側に行くってことよね、きっと。ふぅ、行きましょう。待って、なんかイベント始まった。私今めっちゃ猛ダッシュする気満々やったんやけど。何？いいよ、わざわざとどまらんといて猛ダッシュして進もう。ほら、木寄るって。うわぁ！取り囲まれたって。ふざけんなや、おい。いいよ、いいよ、そうやって。いいよ。ムービーで全部やっつけといてくれ。何？やられた？やめて。君やられたらあれやん。ライト使えんくなるやん。いかんって。だって今これあれやろ？ライト使えん状態ってことやろ？いかんって。普通に行かんって。どこ？違う。光があったけん、あっちの方向かと思った。騙された。勝手に騙された。やめてや、ちょっとそういう。無駄に明るくせんでいいけん。あっち？ここか？なんなん、どこに行けばいいん、ちょっと。めっちゃいっぱい現れるんやけど。やめてー。ずっとまっすぐか？え？噛まれてないよね、私。閉まる。おー、逃げ切りー。はぁ、あ。はぁ、あ。何壊れたんこれ。これ。B12 壊れたん、ちょっと。ねえ、どうしたらいいんこれ。あ、復活した。え、大丈夫？そこは暗くて孤独で、またネットワークの中に戻されたのかと思いました。でもあなたが助けてくれました。ありがとうございます。いえいえ。あれほどのパワーを引き出すのは、私のコアにとって負担が大きかったようです。ディフラクサは完全に壊れてしまい、また壊れてしまいました。気をつけましょう。
気をつけましょうじゃないっておい。ん？なんかあそこ丸、マークが出とる。換気システムをハック。あれ？止めるってこと？あ、止まった止まった。ってことは、もうそこに行けばいいんかな？他に何も、何もなさそう。いやね。行きます。はぁ。もうこの先、出てきてほしくないな、ザーク。こっちか。めっちゃ音響くやん、嫌や。この音を聞きつけてザークがやってきそうな感じがする。めっちゃそんな感じがする、いや。え？いけんくない？あ、ここ隙間あるんか。うわ。あ、誰かおるよ。誰？ね、誰かおった、誰かおった。味方？なんかちょっとした集落みたいになったんかな？下水道からの旅行者か。久しぶりに見るな。下水道からの旅行者。久々ってことは昔はおったんやね。さっき連絡したのはお前か。小さなアウトサイダーよ。バラディン。アウトサイダーのズバルテイザーがお前を待っている。この村の頂上で瞑想をしている。何個か村があるってことなんかな。外はあんなに危険やのに。へえ。アントビレッジ。結構あれか、天井が高いんか。ね、縦に空間が開けとる。このマシン、一緒に働いていた科学者も同じものを使っていました。どれ？あのなんか宇宙船みたいなやつ？彼は病気でした。これが彼の最後の願いでした。彼はマシンのところまで歩いて行ったのです。でも私は彼と一緒ではありませんでした。彼は一人でした。彼は何をしていたのでしょう。彼は自分自身をコンピューターにアップロードして、そこから全てが変わってしまったのです。アップロードの時、何らかの不具合が生じました。彼はそれから数百年、そこに閉じ込められたのです。小さな猫が現れるまで。何を言ってんだか全くわからないんだけど。何言ってんの？そうでした。そうでしたね。私がその科学者なのです。え、どういうこと？え、科学者と一緒にって言わんかった今。私は人間でした。ん？意識だけこの機械に取り込んだってこと？私には、ちょっと時間が必要です。ほう。おー、なんか勝手にメモリーが。うん、なんかよくわからんけど。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。はーってことでとりあえず、まあ、一旦ね、ちょっと平和っていうわけじゃないけど、まあ、安全そうな場所にはたどり着いたけん。はぁ、いやーザークめちゃくちゃ手こずったね。てか量どんどん増えてきたし、わけのわからんでっかい目現れたし、恐怖だわ。